はい、ジェイコムからお届け札幌人図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌人図鑑 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは車椅子ユーザーの行政書士木目翔太郎さんです。はい、木目翔太郎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。木目さんはこの通り車椅子の行政書士さんなんですけれども、まあ本当に札幌市内いろんなところで行事等々でよくお会いしますね。ありますね。今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日はこちらになります。じゃーん、じゃん。勉強頑張ったのは女の子にモテたかったから、私業として福祉業界で働く、どうしたって目立っちゃう。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、木目翔太郎行政書士事務所代表としてね、お仕事をご活躍の木目さんなんですけれども、まあ、あの車椅子ユーザーの行政書士さんということで、ちょっとご自身の障害のことも少し教えていただいていいですか。はい、2歳の時に、よく転んでて、それで母親がおかしいと思って病気、病院に連れて行ったら、はい、病気だって判明しました。2歳の時よく転んじゃうなって、はい。学校は幼稚園とか小学校は、幼稚園は普通の一般の幼稚園行ってました、小学校も、普通学級ですね、で小学校中学校と普通学級だったんですけど、だいたい友達だったり、家族の力を借りて通ってました、車椅子に初めて乗ったのはいつ頃だったんですか。車椅子を使ったのは小学校の高学年とかですね。はい、ちょうど修学旅行とか資格学習とかあって、その時に長距離 の、 移動があったので、その時に使いました。長距離の移動の時だけ使って、普段は学校の中は歩いたり、階段はおんぶしてもらったりとかですね。病気が進行してきて、高校からは学校生活車椅子、で高校も、エレベーターと新商社のトイレがある高校を選びました、はい。私札幌国際情報ですよね。あ、そうです、はい。国際情報高校って、私が高校時代札幌になかった新しい学校だから、いやエレベーターあってよかったねと思って、ね。そうですね、まあえてエレベーターがあるところって言ったら本当に数件しかなくて。なるほど。エレベーターのあるというところで高校選びもしたんだよっておっしゃるんですけれども、木目さんは北大の法学部ご出身でございまして、はい、ね、素晴らしいですね。お勉強できたのね。全然です。すごくお勉強できたんだなと思うんですけど、でもお勉強頑張ったのはちょっとこう女の子にモテたかったというのもあるそうで。それもあります、うん。最初すごい友達もできなくて、ちょっとふてねばっかしてて、はい、授業中も全然起きてなかったり、で成績ももちろん悪かったんですよね。で友達もあんまりできないで、高校2年くらいになって、もしって順位が上位の人だったら、廊下とかに貼られたりするんですよね。そう、国際情報って上位の子は廊下に貼られるんですか、成績。そうです、ええ、で名前も貼られて、はい、やっぱその時にやっぱ目立ちたいっていうのもあったし、まあ、全然男の友達もできなくて、ちょっと女の子の友達も欲しいなって時に、やっぱり僕運動で目立てるわけでもないから、まあ勉強教えてって声かけてくれればいいかなみたいな、ちょっと軽い気持ちっていうか、まあ軽くはないんですけど、すごい真剣でした。でちょっと勉強頑張ってみようってなって、半年から1年ぐらいで、まあその廊下に洗えても乗るようになってっていう風に勉強頑張りました、でもね、廊下にやっぱり名前が貼られるようになったら、クラスの中でもやっぱりこうちょっと一目置かれるというか存在感が、ね。まあ、そうですね。成績一番になったこともあったってね。はい、ありました、勉強はどうやって頑張りました。勉強は、家庭教師、いや自分全部独学ですね。そうですか。で高校の時本当に授業中ずっと寝てて、先生からもいい印象なくて、先生に勉強の仕方聞くのもすごい尺だったんで、自分で本屋さん行って勉強の参考書じゃなくて勉強の方法の参考書をずっと読み漁って、自分に合う勉強法ってどういうかなってすごい研究しました、
勉強法をまずは調べた。そうですね。ちなみにどういう勉強法だったからあったってありました？やっぱり僕腕も障害があるんで、はい、すごい例えば漢字とか英単語を何十回も書くのとか難しいし、うん、そうかそうか、書いて覚えるのはちょっとね。そうですね、はい、ノートとかも何十行も書くのとか難しいんで、僕がやってた勉強方法はほとんど文字を書かない方です。英、うんうん、単語だったら見て聞いて発声して覚えるとか、数学の数式とかも途中まで書いて、うん、あと大体合ってたらもう回答を見て丸にしちゃうみたいな、うん、そこから勉強したっていうところがもうすでに賢いなと思いました。今勉強するにしても参考書買って、うん、蛍光ペンでマーカー引いて終わりくらいですね。そうなんですって。それで北大法学部を出られて、そして無事行政書士。行政書士の勉強だって大変だったでしょ。侍業の人はみんな言うもん、大変だったって。行政書士の勉強も参考書に3冊買って、はい、あとは蛍光ペンで色引いて終わりです。さすがですね。出来が違う、すごいですね。でも毎日本当に参考書は持ち歩いて、暇さえあれば読んでっていう。そうなんですって。そうやって無事行政書士の資格を取られて事務所も構えたというね、キメイさんなんですけれども、じゃあちょっと現在のお仕事のところも2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、資料として福祉業界で働く、はい、ということで Facebook なんか拝見してますと、うん、いろんな肩書きもお持ちでね、例えばちょっと一つずつ聞いていいですか。はい、これ NPO 法人カムイ大切バリアフリー研究所、こちらでは幹事をされていらっしゃいますけど、はい、どういうお仕事。こっちの NPO では、障害者の、うん、就労支援施設と、あとはユニバーサルツーリズム、バリアフリー観光ですね、うんうんうん、に、特化した事業を行っていて、はい、そこの幹事として、うん、大学卒業してから、いろいろと携わってます、うん、やっぱりこう車椅子ユーザーとしての目線で旭川ですか、旭川、はい、通ってたってことですか。前までは、コロナになる前までは、うん、だいたい月に1回くらい行ってましたね。で、キメイさん目線の街の、快適さ、だったり、うん、僕がメインで携わってたのはそっちの業務よりは、就労支援事業の方。なるほどなるほど。そうですね、侍業、事業ですもんね。これは一般社団法人エニシ業務執行理事、はい、こっちの法人は、全行政書士で、はい、構成されていて、はい、いわゆる LGBT、うんうんうん、性的少数者と言われる方たちの権利擁護だったりを、みんなで考えていって、行政や、町に訴えていこうという団体の方ですね。今すごくこう旬だというか、ど真ん中、例えば同性婚の方たちに向けて行政書士としてはどういうことをされてるんですか。まずそもそも今日本って同性婚が認められてないじゃないですか、はい、男と女、はい、しか結婚しか認められてなくて、で自治体によってはパートナーシップ制度ってありますよね、うんうんうん、で札幌市もあるんですけど、あれって法律婚じゃないんで、あくまで事実婚状態なんで、例えば、パートナーが亡くなった際に、片方のパートナーが配偶者ではないから、相続の対象にならなかったと。相続ね、はい、ちょうどそれも行政書士業務の一環なんで、じゃあどういうふうにパートナーに遺産を残せばいいのかという時には、やっぱり最後の手段として遺言書しかなかった、そういった知識だったり、活動としても広めていこうという。そうか、そういうところでも行政書士さんってね、活躍されてるんだなっていうふうに思います。先ほど例えば就労支援とか、はい、助成金、福祉関係のね、助成金とかっていうとすごくね、行政書士さんの出番が多いんだよっていうふうに聞いたことがあって、そこにまた当事者でもあるキメイさんがそういうふうに活躍されるっていうの、すごくお仕事を依頼する側もね、
頼もしいだろうなっていうふうに分かっている方が来てくださるということでね、思うんですけれども、実際こうなんかすごく困ったケースを助けてあげたこともあるそうでね。はい、うん、そうですね、結構やっぱりその事業って、事務所によって値段もバラバラだし、数が多い分、すごいお客様に対しての、態度ってすごい事務所によって違うんですよね。料金も違うってことですか。そうですね、平たくね、うん、でやっぱり来るお客様ってやっぱり自分のことですごい悩んで切羽詰まって来る方が多いので、そこでやっぱり、あんまりよろしくないコンサルの方たちは足元を見て、うん、高い料金で設定したりとか、うん、契約内容の、契約内容通りの、コンサルをしなかったりとか、うん、はたまた間違った知識まで教える方も、うん、いたりとかして、でもやっぱりお客様としては本当にわけわかんなくて頼んでるっていうところもあって、騙されてることすら分かってないみたいなことも多々あったりしますね。知識がないから助けてほしくてお願いしている部分だけれども、はい、やっぱり中にはそういう人もいらっしゃるわけですね。ま、中にはですね、中にはいらっしゃる、もちろんいい人もたちもたくさんいますけど、うん、気をつけていただきたいと思いますよ。いや結構そういうので、いや困ったな、うちもしかしてっていう方いらっしゃるかもしれないなと思って、はい、そしたらその病院でいうところのセカンドオピニオンじゃないけれども、はい、ちょっと他の人にもこうお知恵を拝借っていう場面も必要になってきますよね。そうですね、うん、ということで、いろいろこうコンサルのお仕事もされていらっしゃるキメイさんでございます。じゃあ、これからというところも含めてね、3つ目のキーワードで伺ってまいります。はい、3つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、どうしたって目立っちゃう、はい、ということなんですけど、まあ札幌人図鑑でバックナンバーでですね、スタイリストの石切山さんという方がいらっしゃって、はい、私仲いいんですけれども、彼女が本当にその車椅子のファッションショーということで、本当に華やかなステージを新聞、テレビ、メディアで随分取材も受けたと思うんですけど、はい、その中でもいろいろキメイさんお見かけしましたよ。ありがとうございます。モデルさんとしてね、いろんな衣装を着てどうですか、ああいうファッションショーの体験なんかは楽しかったですか。楽しい、まあ、楽しいですね。うん、まあ、おかげでステージ慣れはしました。さすがです。もともとやっぱりキメイさんはお洋服ファッション好きなのかな、どうでしょう。嫌いなわけではないけれど、うん、すごいこのブランドが好きっていうこだわりも強くもないかなと、うん、やっぱり僕が車椅子乗り始めた時、最初に感じた視点はあの人も車椅子だ、うん、障害者だっていう目線で、うんうん、すごいやっぱり街の中でじろじろ見られて、うん、あんまりいい気持ちはしなかったですよね。うん、でも一般的な話で、人とすれ違った時に見かけるってすごい自分が あの人タイプだって言ったりとかあの人すごいなんか奇抜なファッションしてるなとか、すごい目立っちゃうなっていう時だと思うんですよね。はい、でその時の視点って、うん、あの人車椅子障害者でかわいそうっていう目線じゃなくて、うん、その人個人のことを見てるなと思うんですよ。うんうんうん、だったら僕もそっちで見られるんだったら、うん、まあ、嫌な気持ちはしない、うんうんうん、ってなったら目立ってみようもっとみたいな、うんうんうん、でそうですね、服も派手になっていくし髪型も派手になっていくし。お似合いですよ。でも確かにね、言われてみれば車椅子だってだけでどうやったって目立っちゃうから、はい、それだったらちょっと素敵に目立ちたいっていうのはすごく素敵ですね。いいですね。そうするとやっぱり自分も街に出やすくなってくる、うんうんうん、やっぱり徐々に見られて恥ずかしいっていう、うん、気持ちじゃなくて、うん、どうだみたいな、ちょっと堂々と歩けるっていうのはありました。うん、いいと思います。車椅子の方にやっぱりその辺のマインドは何なら真似してほしいなぐらいにね、思いましたけれども、せっかくおしゃれして綺麗にして、やっぱりちょっと飲みにも行きたいでしょうし、そういうようなところを調査したり発表したりということもされているらしいんですけれども、そんな中でやっぱり行政書士としてお感じになることもあるそうですね。そうですね、うん、僕やっぱり仕事からスーツ着ることが多くて、うん、スーツ屋さんに行って、うん、いざ前までだったら、歩けていた時とか、はい、車椅子に泣いてた時は立てたんで、うんうん、自分で着替えもすることもできたし、はい、試着室に入ることもできたんですけど、う
やっぱり車椅子、今電動車椅子を使ってると、うんうんうん、車椅子の幅がないところの試着室が多かったりとか、はい、僕基本的に今は自分で着替えたりできないんで、うんうん、介助者が必要になってくるんですけど、はい、そうすると2人分のスペースが必要になりますよね。であとは僕寝ながらじゃないと着替えないんで、ベッドがなきゃいけない、うん、そうなった時にじゃベッドがあって人が2人分入れる試着室があるかっていうとなかなかないですよね。やっぱり試着室の問題は今でも感じますね。言われてみればね、バリアフリーのトイレは随分増えてきて、だからどれぐらいのスペースが必要とかね、介助の人も入ると2人がこれぐらい動けるっていうその辺の、情報はだいぶシェアできたと思うんですけれども、はい、試着室だって言われてみれば本当そうですね、はい、どうですか、あの店入りやすいとかこの店入りやすいみたいな部分っていうのは。もちろんあるっちゃあるんですけど、うん、やっぱり僕もうそういうのあんまり気にしない生活になってきましたね、うんうんうん、車椅子に慣れてた時は結構一人で行動することも多かったんで、段差が一段二段あったらここ入れないかなって感じたり、うんうん、もちろん階段のお店だったらすごいもう諦めてることが多かったりしたんですけど、はい、うん、今はだいたい僕一人で行動するというよりは、介助者が隣にいたりとか、うんうん、あと友達と出かけたりとかそういうことの方が結構多いので、うん、まあ、多少の段差だったりとかはあまり気にしないで行ってますね、うん、お店の人にちょっと手伝ってもらうだけで何ともないっていうケースもすごい多いそうでね。そうですね、うん、バリアフリーが整っただけではやっぱり制度として足りないということも感じだそうですね。はい、やっぱりバリアフリーが例えばスロープをつけましょうだったり、エレベーターのボタンは低い位置につけましょうだったり、うん、そういうのってすごい何年も前から言われてることだと思うんですよね、うん、で素人感覚でも見れば分かるじゃないですか、うんうん、男性解消だったりとか、でもやっぱりじゃあそうなった先にじゃあそこに誰が行くのか、うん、じゃあご飯屋さん行きますってすごいあそのお店バリアフリーだよって、うんうん、でもご飯食べるに行くのにお金が必要ですよね、うん、じゃあそのお金って街中がバリアフリーだったからって手に入るものじゃなくて、うん、じゃあお金って言ったら自分で稼がなきゃいけない、じゃあその障害者の方でも働きやすい職場環境、うん、あと制度作りだったりとか、そういうのも必要になってくるし、じゃあご飯に行くにしても、まあ、一人で行くこともあると思うんですけど、じゃあ友達と行く、家族と行く、恋人と行く、そういう時にじゃあ人と知り合えばってどこって、まあ、例えば学校だったとしても、じゃあ学校でも、その障害の方でも行きやすいその教育の施設があるのかどうかっていうのも大事だと思うんですよ、うん、やっぱ学校で勉強しに行くと大事ではないと思うんで、そういうつながりを求める場でもあると思うんですよね、うん、そういうふうに、なんかただ単にバリアフリー化が進めばいいっていう問題ではないと思います、うんうん、確かに街の中の段差がどうの、スロープがどうのっていうところを整えたところで、そこまで行くのにどうするの、お金もかかる、やっぱりお友達と行きたい、お友達とその出会う場所とか働く場所とか、そっちが全部トータルで、ちゃんと整わないと、いくら街中でその展示の道作ろうが、はい、っていうことですね。そうですね、うん、でやっぱりそういうふうな、前例がないからできないって受け割りを、はい、じゃあ例を作らなきゃいけないって時に、うん、やっぱりどんどん街とか社会に当事者が出て、うんうん、障害がない方と本当に同レベルで同じようなことをやっていけなきゃいけないような例を作んなきゃいけないかなって、うん、今日はなんか本当いろいろ学びが多かったです。改めていろいろ教えていただいてありがとうございました。そしてまた当事者としていろいろ発言を求められるケースも多かろうと思います。キメさんの場合ね、これからもご活躍ください。はい、ということで今日のゲストは車椅子ユーザーの行政書士木目翔太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。